様々な芋上酎芋上酎は、サツマイモを主原料とした焼酎、干渉上酎とも呼ばれる。サツマイモを原料とした大衆的な酒は、世界的に見ても珍しい。柔らかで上品な甘みと特有の香りが、特徴とされる。甘美群島を除く鹿児島県、宮崎県の平野部、及び伊豆諸島などで製造されている。芋焼酎特有の香りは、長所となる一方で、 好き嫌いが分かれる。香りは、以下のような成分で構成される。このうちアルファテルピネオールとグアイアコールは、他の焼酎には見られない、特に固有の揮発性成分となっている。モノテルペンアルコールは、サツマイモの皮や両端に多く含まれる。モノテルペンアルコール配当体が工事によって分解されて生じるため、原料処理や酵素の活性によって、香りが変化する。また、 黒麹菌は白麹菌よりもこの分解活性が高い。これ以外の成分はサツマイモ由来ではなく、蒸圧蒸留の際にもろみが加熱されて生じる複製生物が多い。2017年度九州の原料別蒸中生産量2017年度芋蒸中の課税輸出数量2017年度の九州における課税輸出数量は202,337。 キロリットルと同地域で短式上流上中のうち53.4%を占め最大である。県別に見ると宮崎県が117,367キロリットルで58%、鹿児島県が89,94キロリットルで40%となっており、この2県で九州全体の98%を占めている。鹿児島県は群島では、 国糖焼酎が作られるが、それ以外の地域は主に芋焼酎を作り、薩摩焼酎という地理的表示に登録されている。伝統的な当時としては、薩摩半島の中央西側にあたる旧笠佐町、黒瀬の黒瀬当時、旧金峰町あたのあた当時があり、両者ともに早期米の収穫後の農寒期となる8から2月に、鹿児島、宮崎を中心とした九州一帯で、 芋焼酎や穀類焼酎の仕込みにあたっていた。鹿児島県及び隣接する串間市、海老野市ではアルコール度数25度の都の城市から宮崎県の県王では20度の芋焼酎がそれぞれ好まれる。前者は水割りやお湯割り、後者はオンザロックなどで飲まれることが多く、缶をすると香りと甘みが特に引き立てられる。また、 鹿児島県や宮崎県では難航して負けたがあがのむという文化もある。2004年に報告された宮崎県内の本格上駐の銘柄別消費割合では、霧島酒造の芋焼酎中、霧島が県全体の62.7%ものシェアを占めている。一方で、松野の酒造の松野霧が日南市で76%、近隣の北郷町で75%、 井上酒造の帯杉は南郷町で90%、明石酒造の暁が海老野市で78%、小路酒造の小路が串間市で50%とそれぞれ本社周辺の地域で高いシェアを占めている芋上中の銘柄も珍しくない。また、西村村で熊上中、五瀬町や綾町では蕎麦上中がそれぞれ70%以上のシェアを有する。 酒の原料として見たとき、サツマイモには、牡蠣のような難点がある。これに対して、以下のような点が、近世の鹿児島における芋焼酎の誕生を支えた。また、クエン酸によって、腐敗を防ぐ黒麹、さサツマイモ由来の糖分を急速にアルコールに変える二次、自己見法がそれぞれ後に導入され、安定した生産が可能になった。霧島市のサツマイモ畑2017年度に、 日本国内で生産されたサツマイモは80万7100トンあり、そのうち25%ほどにあたる約20万トンが焼酎の原料となっている。特に宮崎県では生産量の66%にあたる5.6万トン、鹿児島県では同48%にあたる14.3万トンがそれぞれ焼酎原料として消費されている。サツマイモの肉色によって 夏季のように焼酎の特徴が分かれる。明治は原人など、第二次世界大戦以降は、農林2号など農林系の品種がそれぞれ主流だったが、1980年代半ばからは、風味や甘みが評価されて、小金洗顔が荷も焼酎原料の中心となった。後に小金洗顔の貯蔵性や外注体制などの弱点を改善し、さらに多様な樹質を実現するために、 品種開発が進められ、ジョイホワイトやトキマサリなどが誕生した。生産性を高める観点から、自家巻き栽培適性のある、紫やかり、鈴子金なども開発されている。汎用的な芋上酎の原料として、宮崎県で小金マサリ、鹿児島県で薩摩マ,マサリがそれぞれ普及しつつある。薩摩芋は自動芋洗い機で洗浄した後、両端部を切り落として、 蜘質低下の原因となる、マイ昆布を取り除く。香りに影響する皮を剥く場合もある。次の工程で内部まで十分に加熱されるよう、大きい芋はカットされる。続いて、虫煮缶や連続芋蒸し器で60分間から芋を蒸し、澱粉をアルファー化及び透過させるとともに、表面の微生物を殺菌して矢にも取り除く。蒸すのが不十分だと、 生のサツマイモの匂いが焼酎に出てしまう。蒸した、サツマイモは、送風によって冷却され、もろみとして糖化が進みやすいように破砕機にかけられる。糖化を促進するベータアミラーゼが豊富な品種は1センチメートル程度に、荒く、少ない品種が細かく粉砕する。工事用の米は、コスト低減のため伝統的に安価なものが選ばれる、傾向があり、20世紀半ばまでは、大米、 1971年からはここめのそれぞれ、破砕米が使用されていた。その後、1985年から、太陽と利用米、米不足となった1993年からは、大のインディカ米の破砕米、並びに特定米国が主に用いられている。破砕米は表面積が大きく吸水しやすいので、短時間新手法を用い、逆に吸水しにくいインディカ米については二度虫などを、 行い、共に、蒸し米中の水分が36から37%となるようにする。なお標準的な芋状中において、米麹は原料中の1、6程度だが、澱粉量で換算すると約40%を占めており、工期などへの影響は大きい。白麹菌が最も広く使用され、黒麹菌及び気麹菌も個性を打ち出すために用いられる。 白麹菌及び黒麹菌はクエン酸を生成して腐敗を防ぐとともに耐酸性の糖化系酵素を生成できるという特徴がある。なおクエン酸は上流の際に蒸発せず回収されないため味に余計な影響を与えることもない。芋を蒸す際にも糖化が進むため米や麦の焼酎ほどの糖化力は必要ないがアミノ酸やビタミンなどを供給して 発酵を進めるとともに風味を生む、酵素反応が工事には求められる。芋上酎の産地は、宮崎県や鹿児島県など、気温の高い地方が中心のため、酵母には耐熱性とクエン酸に対する耐酸性とが求められる。主に、鹿児島県酒造組合の鹿児島酵母、及び宮崎県食品開発センターの宮崎酵母が用いられ、 それぞれの中でさらにいくつかの種類がある。霧島酒造の焼酎工場が目で仕込む芋焼酎20世紀末の標準的な例では、牡蠣のような配合でもろみを2段階に分ける二次仕込みを行っている。さつまいもは、でんぷん顔料が25の30%と穀類の半分以下のため、麹部合が20%と低い。麹米、さつまいもイコール1、5となっており、 サツマイモに少ない脂質を米が補うことで、コクや旨味を与えている。明治までは、伝統的な穀類常駐と同様、気候時菌によって、米の麹を作り蒸した、サツマイモと水をまとめて加えて発酵させる、丼仕込みと呼ばれる方法が使われていた。しかしサツマイモは米や麦と異なり、蒸して粉砕すると水を吸って、もろみが、 ドロドロになって流動性が失われる上に糖分が一度に供給されてしまう。さらに、気候時金では、クエン酸が生成されないこともあり、どんぶり仕込みでは、酵母が増殖せずアルコール発酵が完了する前に、不増することが多く、品質の向上は難しかった。明治後半になると、日本酒のような断じ込みが試されたが、 米焼酎と異なり芋焼酎では付属の抑制などの効果は見られなかった。そこから試行を重ね、最初に米麹と水だけで一時もろみを作ることで酵母の増殖を容易にし、その後に水と蒸したさつまいもを加えて二次もろみとし、安定した発酵を行う二次仕込み法が開発された。対象に入ると泡盛り製造に使われていた黒麹菌が導入され、 クエン酸の生成によって付属が抑制されるようになった。20世紀末には、主に白麹菌を用いて回転ドラム、通風法により、生菊が行われるようになっている。3回程度に分けて種麹をドラム内に入れて、十分に混ぜた後、約摂三35度で虫米を投入して38、摂三39度で1から3回切り返しを行う。その後、 36摂氏37度の棚に8時間ほど保持すると菌糸がはっきり伸びてくるので手入れをして34摂氏35度で低温経過してで工事を待つ低温経過の間にクエン酸が生成される近年ではサツマイモによる工事作りも行われている蒸したサツマイモは水分が多く清菊の際に崩れやすいためサイコロ状に切って熱風処理したり 同様に切って蒸した後に乾燥させて再度蒸す、などの方法でさつまいも麹が作られる。さつまいも麹100%の場合は米麹に比べて、麹成分が3から6倍になったという報告があり、麹の生成阻害やマスキングを抑制する効果があるとみられる。また、伊豆諸島では主に麦によって麹を作る。一時もろみは麹米に対して、 水120%の吸水部合とし、20摂氏30度で仕込む。酵母培養液、ジイコール1、500の重量比となるよう酵母を加え、この際に、最初の数回は、純水酵母を用いるが、以降は3から4日目の一時もろみを種酵母として、植え継ぐ、刺し元と呼ばれる手法を取る。3日目頃に、最も温度が上がるので1日2から3回買い入れを、 行い摂取30度を超えないようにし、同時に浮いている麹を沈めて、高規性菌の繁殖による香りの悪化を防ぐ。通常は5から7日程度を、暖気は9日目まで熟成させる。さつまいもをすぐに加えないことで粘性が低く抑えられ、酵母密度とアルコール濃度、糖濃度がすべて高い状態で安定した一時もろみが得られる。 さつまいもの少ない澱粉量で、もろみのアルコール濃度を高く保つため、二次仕込みで吸水部合は65から70%と穀類の焼酎に比べてかなり低い水準に抑えられている。さつまいもを一時もろみに加える際、粒度が粗いと澱粉が十分に溶解せず、アルコール収率が低下してしまうが、最初に潰しても発酵が十分進まずやはり収量が低下する。 このため蒸した、さつまいもは潰さず1センチメートルほどの厚さにして、水とともに一時もろみに攪拌しながら、凝集を防ぎつつ加えて、摂氏25度程度で仕込む。蒸した、さつまいもからは大量の糖分が供給されるが、一時もろみに、ある、高濃度のアルコールが腐敗を防ぎ、さらに高密度に蓄えられた酵母が、アルコール発酵を進めて、急速に糖分を消化していく。 これによって粘性が低下し、同時に炭酸ガスが発生するためもろみが攪拌されて、溶解が進み、二日目には摂氏30度を超える。摂氏36度以上では、酵母が死滅し、逆に低温では発酵が長引くため、30摂氏35度に温度を保ちながら7から10日間置く。二次もろみは、 粘性が高いため生蒸気を直接吹き込む形式の上圧蒸留が一般的に用いられるが、減圧蒸留や両者のブレンドも一部で行われている。単式蒸留機の艦隊はステンレスや放浪で作られており、数本の管で蒸気が吹き込まれて、もろみが流動しながら全体が加熱されるように、 設計されている。汎用量の半分程度のもろみを投入し、蒸気を吹き込んで30から50分で蒸留液が垂れ始め、そこから150から180分で蒸留が完了する。蒸留直後の原種は、ホルムアルデヒドなどのガスや、輸収の原因となるパルミチン酸、オレイン酸、リノール酸などのエチルエステル成分が含まれる。このため、 解放状態で1ヶ月ほど貯蔵するか移し替えなどを行ってガスを抜き、ろ過をしてエチルエステルを除去する。高級脂肪酸がエタノールともろみ中で反応して生成したエチルエステルは重要な香味成分でもあるため除去しすぎると焼酎のバランスが崩れる。また、ヘッチルエステルが空気と反応して酸化分解すると油臭の原因となるため、 表面に浮かないようアルコール度数を30%以上に保ち、反応を抑制するよう低温で暗所に貯蔵する。端式潮流常中の原料別火炎移出数量の、水位も常中の火炎移出数量の水位、三国名小図へによると、小酎の製法は中国から琉球王国経由で薩摩国に伝わり、1546年に、 ジョルジュアルバレスが記した日本の諸事に関する報告では、薩摩の山川付近で米上中が飲まれていると記されている。宝永2年に琉球から薩摩の山川に薩摩芋が伝わると、水はけが良くて稲作には適さない、シラス大地での栽培が急速に広まり、18世紀前半までには薩摩藩内で芋上中が作られるようになった。 さらに18世紀中盤には、薩摩藩内の都の城や佐渡原藩などにも、芋城虫の製法が伝えられ、さらに、帯藩や高鍋藩にも伝播して、日向国中南部に普及していった。また、19世紀半ばに、八丈島に流罪となった、丹素昭右門によって三宅島や八丈島に、芋城虫の製法が伝わっている。明治に入ると1871年に、 手造株が廃止されて、届け出制で自由に手造ができるようになり、鹿児島県内には一時はおよそ3万件の自家用、焼酎生産者がいたとみられる。しかし、気候時金とどんぶり仕込みを用いていたため不造が多く、当時の芋焼酎は大衆的だが米焼酎より品質的に劣るものとされていた。百九十八年に自家用焼酎の製造が禁止され、この前後に、 薩摩半島で、あた当時及び、黒瀬当時が誕生したと見られる。日露戦争後の後継期で、焼酎は特に生産が増加し、1907年には、全国の焼酎生産量174,782国の、うち、鹿児島県産の芋焼酎だけで32,278国と18%を、占めていた。一方で急速に生産量が増えたことで、 市場は混乱したため、1909年でも、鹿児島内で約3000件あった免許製造者は、企業整理によって1911年には485件まで減少させられている。企業整理に伴って、酒造業者ごとの生産数量は増加する一方で、沖縄から伝わった黒工事金や二段仕込みなどの技術が導入され、全社は急速に鹿児島県内で普及した。 また鹿児島で使用されていた工事用の総督だけ米が宮崎県でも用いられるようになりコスト低減が進められた。当時の酒川、は資本力の大きい中外業者が決定権を握っており、これに対抗する生産者の組織として1913年に鹿児島県酒造組合連合会が結成された。同年の芋焼酎はアルコール度数40度で一畳あたり72銭。 程度であり、1916年の鹿児島県と宮崎県の年間上駐消費量は、それぞれ1万1725キロリットルと5051キロリットル、1人当たりでは4.3章及び5.9章であった。関東大震災などもあって酒値たりの低迷が続いたことを受け、翌1924年には鹿児島県で、 焼酎の製造期間を10から4月に限定する自主規制が設けられ、これは後に上流期間の制限となった。また、同年には、黒瀬と赤の当時が合同で、加瀬田酒造当時組合を結成している。1930年には、鹿児島、宮崎の両県で、芋焼酎の最低価格を一章あたり2.15銭、どとしたが、この協定が必ずしも遵守されなかったため、 1932年には直近3年間の生産量をもとに生産量の制限を行っている。1942年には食料管理法が制定され、米及びサツマイモの供給が同法により統制されるようになった。1950年にサツマイモの統制が解除されると生産が増加したが、競争激化を受けて1954年に鹿児島県、 1956年には宮崎県でそれぞれ製造数量の自主規制が始まり1968年まで続いている。1970年代に入ると第一次上駐ブームが起き、薩摩酒造の薩摩白波を中心に福岡市をはじめとする北部九州の中核都市で芋上駐の消費が広がっていった。1 9八十年代には第二次上柱ブームが起きるが、 その中心は、大板麦上駐や、コンマ上駐などすっきりした商品であり、芋上酎の伸びは大きくなかった。2000年代の第3次上駐ブームでは大都市圏で、焼酎の消費量が急増し、東京、関新越では2000年から2004年にかけて、本格上駐の消費数量が約6万キロリットルから約11万5000キロリットルまで2倍近くに急増して、 南九州4県の消費量を上回るようになった。この第三次ブームの中心となったのは芋焼酎で2000年から2005年にかけて課税輸出数量は6 7 5 0 9トルから1 6 4 6 6 6トルまで2倍以上に増加している。また2005年には鹿児島県で製造される芋焼酎が薩摩焼酎として 国税庁の地理的表示に登録されている。2008年には年間の課税輸出数量が20万キロリットルを超え、2010年には麦焼酎を抜いて原料別の課税輸出数量で1位となった。ありがとうございます。